漢方薬入門の3番目として医療用漢方薬製剤の承認と2つの加護についてお話しします。その加護の1つ、品質問題の修正としてマルカンが行われたんですけども、マルカンとは一体何なのか、あるいはこれによってどういうことが起こったのかということについてお話しします。明らかな行政上の加護によって品質と効能上に問題があり、厚生省は急遽修正するためにマルカンと薬効再評価をするということをお話しました。で、これ自身はもうすでに解決しているんですけれども、マルカンがどこまでやったのか、そしてマルカンのやってないことは何なのか、それが現在の医薬品にどこまで影響を与えているのか、それを医療人として知る義務がある。また薬効再評価についても効能効果の信頼性についてしっかりと知る必要がある。これも医療人の義務であるということで、このマルカンについて今回お話しいたします。品質上の最大の問題、医療の原則を無視しているというのがありますが、これは前回もお見せした OTC の麦門冬なんですけども、麦門冬等のここに見ますと、ここちょっと拡大すればこういう文章があるんですね。これ皆さんご存知だと思いますが、2分の1量半量製剤というのがここに書かれているわけですね。で、この半量製剤については、薬局でこれは半量製剤ですよ、1包みは半分しか入ってません、もし常用量を服用するときには2つ飲まなきゃダメですよってなことを説明したりするわけですね。こういう半量製剤がこのまま医療用として承認された、だから医療用で半量製剤が使われるということになったんですね。で、これはおかしいということでいろいろと追及されたわけです。それで、これをちゃんと医療用は満量製剤、例えば麦門冬等の場合やったら、医療用の麦門冬等エキス製剤は乾燥エキスが 6g1 日、すなわち 3g1 日に対して 6g1 日、これが半量ならばこれが満量ということになるわけですね。で、これを作るのにどうしてそれを確認し証明するのかという工程管理が必要なんですね。その工程管理に関するものがこのマルカンというものになるわけです。で、100社以上医療用として148品目も出てるんです。各社ともね、同じのを重複してますから。で、承認申請書としてはもう取り扱いについてこれはいいんですけども、医療用として半量製剤を承認した失敗、それを直すために医療用漢方薬製剤の製造基準というのを中に標準投薬との比較試験に関する資料についてというのが出たんですね。標準投薬との比較試験というのが出た。これをマルカンというわけですけども、さらに詳しくマルカンについてお話しすれば、このエキス製剤の新しい製造基準書を1年以内に出しなさいという指示が出たんですね。それが今お話した標準投薬との同等性、それを証明するようなもんだ、保証するようなもんだということになっているんですが、この新しい製造基準書、これもし出さなかったら、あるいは遅れたら承認取り消すぞということになっているんですね。普通おかしいですよね。製薬会社側が何か失敗したり悪いことしたり違反したら取り消すぞっていうのは分かるんですけども、失敗したおかしいことやったのはメーカーさんじゃないですよね。厚生省がちゃんと許可してるんですから、承認を取り消すっていうのはちょっともう常識を逸脱したちょっと焦りがあるんですね。で、さらにこの新しい基準書こうして出すんですけども、この新しい基準書を優先的に審査してあげますと。1年以内に提出したらもう優先的に審査して全部あれしますと。だって怪しいんですからね、半量製剤出してるんですから早く解決しなきゃなりませんから、1年以内に出したらもう優先的に審査するぞ。
148処方、848品目も優先的に審査するっていうんですね。で、それを見分けるのに、ここに赤い、右上に赤いハンコ、缶という字を赤で丸で囲んだものを押してください。で、この新しい基準書のことをこういうハンコを押すということから、丸缶と言ってるんですね。だから基準書の内容とこの書類とのあれが関連しているということになります。で、標準投液との同等性、すなわち煎じ液と製剤とが同じだということを証明書というわけですけれども、この同等性というのは多成分系全体じゃないんですね。あとで出てくる使用成分2つか3つの成分、あるいは4つのところもありますが、まあ2つ以上の成分について、煎じ液と製剤とが同等であるということを証明するだけなんです。ですから標準投液と製剤との相関性同等であるということを言えば、もうそれがおしまいだということですから、もう成分全体じゃないんです。2つそれだけでいいんです。ですから、これは同等性と言えるのかどうかということになるわけですが、もう焦りまくってますから、もうこの程度で話をつけるしかないんですね。で、この資料ついてが出て、漢方液製剤の品質評価法の研究というのが厚生省漢方液製剤研究班というのができたんですね。これが、国立衛生試験所内でできて、現在の国立医薬品食品衛生研究所ですけども、首都の研究所の生薬部長の原田先生が上、一番上で、そして生薬部の野口さんがその下で、大学関係は荻原先生と私だったんですが、荻原先生は名刺代、今牧野先生ですよね。その前が水上先生で、その前が荻原先生ですね。で私とで、企業関係は金本小太郎と津村さんが一人ずつ来ておられましたけども、これはもう絶対口出さない、話あったら聞いて帰るというだけの立場ですを取られました。ですから実際的にはこの4人でいろいろとやったんですが、この原田先生のお亡くなりになり、野口さんも亡くなられて、荻原先生も亡くなられてるんですね。ですから、まあ生き残ってるのは私だけということになります。で、まあ私だけなんですが、ちょっと特殊な立場にあったんですね。この野口さんが実質的な責任者なんです、いろんなことので。この野口さんが実質的な責任者で、この野口さんと私が京都大学の同じ研究室の先輩と後輩なんで、ずっとよく知ってる関係なんで、ですからこの会議があるときに、研究班の会議があるときは私東京に行きますけども、野口さんの家に泊めてもって食事したり、ちょっといっぱい飲んだりしながら、いやーっと言って野口さんの話をいろいろ聞いたり、愚痴聞いたりもして、いろいろと裏話やらも聞かされてるんですね。ですから意外といろんなことを知ってる立場だということになります。まあ、皆さんも亡くなられてるんで、まあちょっとぐらいは言わせてもらおうかなと思ってます。で、この満了書の証明書なんですけども、標準投液と製剤との相関、すなわち同じもんだという、同等だということを証明するんですけども、その仕方はですね、一つの処方のある生薬の、一つの処方ですね、その処方の中のある生薬の特定の成分、これちゃんと定義されるんですけども、その成分が煎じ液の中に、煎じたら入ってくる、もちろんこの生薬の中に、カスの中に残るんですね、成分が。で、溶け出すのがこれぐらいで、10個のうち7個が溶け出すということになれば、これは移行率 70% ということになるわけですね。10個のうちの7個で、この液が標準投液で、これが製剤の中に入っていかなきゃならないで、じゃあこっからここへ取れる移行率というのはどんなものかといえばですね、まあ、小サイコ糖なら小サイコ糖、小サイコ糖のサイコサポニンならサイコサポニン、そういうようなものは小サイコ糖の場合、大サイコ糖の場合、数値違うんです、移行率は。
ただ処方ごとに数値は大体安定してるんですね。で固有値になります。でこれを煎じて、作ったものが脳疾患層を製剤化して製剤ができるわけですが、この時にこの製剤、例えば1日2包だと、1日2服であるとすれば、これが2服の中に全部入ってなきゃならない。これをもって 100% 製剤ということが同等性ということなんですね。あくまで2つほどの成分、最低2つ、3つ4つというのもありましたけども、最低2つなんですね。で、ですから満量製剤になる工程管理なんです。この液とこのあれが一緒やというんじゃないんです。こういう成分がちゃんといってるというだけなの。満量製剤なる工程管理を特定の成分、使用成分で確認するというだけなんですね。じゃあ散剤とか含剤と洗剤液とエキス、こういったものとの同等性を検討したのかというと、これらについては検討していないんですね。でなぜ問題があるかというとですね、散剤とか含剤などは、煎じて使った例があればエキス剤として使用可能という原則があるんです。だから本来散剤は粉薬、含剤は含剤を飲むと、あるいは軽視膨量がんの場合やったら食べるっていう感じですけども、それが原則なんです。だけどもですね、投液として使用した例があればということですが、使用した例というのはどういうもんかというと、実は粉薬を飲めない患者さんいるんです。子供さんとかね、あるいは、まあ、あの女性なんかでも多いとかもしれませんが、あのもちろん男性もあると思いますが、口の中に入れてうわーってなっちゃうから、もう粉薬飲むの嫌とかね、眼薬つぶつぶが喉に詰まる感じがするから嫌とかいう人がいるわけです。だからじゃあそれならまあ煎じても飲みなさいと、煎じてもいいよというような感じで出す、まあ事前の策なんです。だから当剤として使用した例があればというのは患者に対する事前の策なんですね。でこうこうこういう患者にこの処方は出した、ただ飲めないというから煎じさせたらちゃんと効いたというような感じが報告としてあれば原則を満たしたということです。でこれは本によって書いてあるんです。散剤含剤処方として煎じた処方、すなわち散剤とか含剤で使う時と煎じる場合は内容を少し変えます、溶けにくいのを増やしたり何々しますというような違う処方があるんですね。で、294処方、すなわち一般用漢方処方の手引きでもね、ハチミジオーガンにはあるんです。煎じる場合はこれ、煎じない場合はこれとかね、それから軽視膨量がんはないんです。煎じる場合なんて書いてないんです。ところが294処方ではですね、軽視膨量がんも煎じて飲むといいよって書いてあるけど、どの文献にも書いてない、引用文献がないのに294処方では軽視膨量がんも煎じたらいいよなんて根拠なしに書かれてるんですね。これちょっと非科学的だと思うんですけども、これすら無視してる軽視膨量がんですね。でじゃあこの散剤含剤、これがどういうことになるかというと、生薬がこれなんですね。ですから 100% 製剤というのはこの移行率関係ないはずなんですね。これがここへ直接10が10になって初めて満量製剤なんですね。ここのところで抽出されないものについては本当は関係がない。軽視膨量がんの場合は煎じる例がないのに軽視膨量がん煎じてますが、こういう煎じる例がないのにこういうことをやってる、これ満量製剤ですね。これが満量製剤なんだけどこれしてない。本当は酸とかがんとは移行率関係ない、これとこれと比較しないかんのに検討していない、検討していたんですね。そういう意味で、バルカンで漢方製剤は標準投液との同等性を担保できたのか、すなわち漢方製剤を飲んだ時に煎じ液とか酸とかがんとかそういったものと
同じものを飲んでるんだと言えるのかということなんですけども、同等性は多成分系、いろんな成分じゃなくて満量だということの工程管理、失敗したのは半量を認めて全量ですから、満量ですから、そこさえうまく通じ回したらいいんで、他の成分がどうなっていようが関係ない、原のための工程管理としてやられたんですね。ですから元々の薬剤、洗剤液とか顔剤とか散剤などとエキス剤との総合的な比較、成分全体的な比較検討はしてない。まあ100社以上が医療用で148商法もあって848品目あって1年以内に出せ言うたら、メーカーさんもそんなことを検討する暇もないしね、超短期決戦ですから、1年以内に出せなかったらもう認めないぞ、承認取り消すと言われたんですから、こんなね、しかもこんだけの処方をね、不等度の会社が30、40あるんです。その30、40もあるのをね、1年以内にやれっていうのが、検討するのは無理なんね、もう長期短期、もう厚生省としては早く決着つけたいというだけだったんですね。だから1年間っていうのはもう限界、こんなことを1年間ということがもう限界なんですね。しかもですね、1年目に出したらね、この848品目がパーンと全部あっという間に承認されたんです。一つ一つ点検する間があったんかと思うんですけども、パーンと承認されてパーッと切り替わっちゃったんです。もう早く始末するということだけだったんですね。だから大きな矛盾をいっぱい残してるんです。特に散剤とか顔剤の同等性はもう極めて不完全な、先ほど言ったように10が10でなくて途中に煎じるという無駄な工程を一つ入ってますから、当然不完全になっちゃうんですね。同等性は不完全、怪しい、同等性はないと言える切れるんですね。でもちろんの国立衛生の原田先生はですね、生薬学会で漢方液製剤は製造や販売上で企画された人為的に作られたものやと、こう以外に作るとこう以外に作るとか、うちはこう以外にするとか、このレベルのものを作るんだっていうのはもう計画されて、そしてできてるもんだと、だからこのように人為的に考えて作られたようなものを使用成分を多いか少ないとかそんなことを言って、それは学術的な内容じゃないと、人為的に作られたものを分析したってしゃあない、だからメーカー間の製剤比較を学会で発表するなって言って休庁されたんですね。まあもう国としては焦りまくってますから、できるだけもう穏便に話をしたいという部分があったんで、言ってくれるなとおっしゃるんですね。まあ、私原田先生は非常に尊敬してましたから、まあ大変だろうな、間にはまって大変だろうなと思ったんですけども、まあ、そういうことをおっしゃった。で、ただですね、薬物について熟知することは医療人の義務なんですよ。たとえどんなことがあったとしても、自分の扱う薬がどんなものかちゃんと知ってなきゃならない、それが義務なんです。だから、効能効果にさらに品質、問題意識は根強く入っていくんですね。だから、こういった使用成分の同等性だとか有効性がわからないから代替の使用成分を使うとか、使用成分で移行率を定義して同等性を証明するとか、こんなことはされて、原田先生が総会で使用成分は有効成分でなくてよいから移行率を測ってやりなさいと、有効成分でないなら品質管理じゃないですか、品質管理じゃなくて単に工程管理じゃないですか、だから品質とは無関係なんですね、この丸カンは。でこれが、使用成分が一定量含有されていることは有効成分を相関的に含有されていると推論しましょうと、これまたちょっと
公約みたいにつけたらどこでもくっつくような理屈なんですけども、まあ有効成分は相関的に含有されていないと推論しましょうと。新生姜でこうやと言うんやったら数値ちゃんと教えてほしい。これはこれぐらい、これはこれぐらいというのをちゃんと書いてほしい。ところがメーカーがそういうことやると競争がもろに出ちゃう。そんなもんで差別された嫌だ、みんな静かに行こうということで数値は公示しないということを申し合わせられてるんだと思います。絶対に教えてくれないということで、品質問題の修正としての丸勘、実は同等性の証明をしたというのは言葉としてはいいんですけど同等性の証明ではないんだと。単に工程が半量だったのを 100% であるということの証明をこのシステムでやりましょうと言っただけに過ぎないということにお分かりだと思います。で、次にじゃあエキス製剤どんななっちゃったのということを次にお話しするということになります。